爽やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説は長谷川健太さんを迎えてお送りいたします。長谷川さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。本日の対戦カードはアルゼンチン対ハンガリー。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。まずはアルゼンチン、バテストーカ、クラウド・ロペス、オウテガ、レイヨン、サメッティ、ゴンタロス、シメヨネ、サムイ、アジャン、ポケッティーノ、ボラーン。続いてハンガリー、キラン、マチュル、シェベル、フルミタ、コルコス、ハルナ、ダルナ、ヒロンド、イーメシュ、リクドス・ペレ、オルザス。いよいよピックアップです。画面に向かって右にエンドを取ったハンガリー、反対側左にエンドを取ったアルゼンチン。いけいけ、ドッキーパッド。これはファールです。ここは集中しなくてはいけませんね。ヘッド、追う手が体を入れてきます。ボールを運んでいきます。オルザス、追う手が網がかからない。10分過ぎました。マチュル、ダルガイ、センタリング、ハイボールを競り合う。シガの香りもかぐわしいドリブル。シメヨネ、ポケッティーノ、レイヤ、バテストーカ、抜かれた。ゴンタロス、オルザス、サムイ、スローイン、ミクドス・ペレ、カットできるのか。ガンガンプレスをかけます。いいメシ、オルザ、エクセレントゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。この選手は視野が非常に広いですね。これは危険だ。ゴンタロス、中へ上げた。レイ、
シュート。ちゃんと狙って打ってほしい。クラウド・ロペス。サムイ、前半35分をすでに過ぎました。クラウド・ロペス、アーサイドに上げた。まるでボールを持った仮面舞踏会。さあここからどう攻める。放り込んできた。スローイン。危ない。ミクロスに決める。ダンブル。これはコーナーキック。ボールの足に嫌われた。小さく助走を取ります。誰かに合わせてくるかもしれません。ハイボールを競り合う。計測したフォーメーションを突き破るドリブル。これは気をつけないと。ここで折り返す。サムイ、シュート。オラン、ハリー、オッタ。前半終了の笛です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0アルゼンチン、1点のビハインドです。さあ長谷川さん、はい、ここまでの試合どうご覧になりましたか。そうですね、特に敵のサイド攻撃に対して徹底的にケアしなければいけません。はい、どうもありがとうございます。それでは後半戦に期待しましょう。さあ後半戦キックオフです。パス、キラーパスになるのか。おっと奪った。ヒロン、ヘッドパス、シュート。キーパー真正面。ヘッドパス、マテストーク。必要なマークをヘッドスクイーズにするべきですね。ジャンプ、いいメシ。サメッティ、スペースを埋めないと。スローインです。いけいけドリブル。攻撃を組み立て直す。
これはパスミス。味方が手を挙げてますよ。クラウドロペス、カコッソ、オルザス、ヘッドでたぐいまれなキープ力。この選手のボディバランスはいいですね。交代する選手がピッチサイドで準備運動を始めました。シェベル、重ねていきます。さあもう一度見てみましょう。健康一撃、後半35分をすでに過ぎました。フリーにさせてはいけない。これはちょっと危険なプレーでした。アウメイ、体を入れてきます。マテスト、オルジャス、中へ放り込む、ダルビー、レイ、クラウドロペス、これは危ない。スローインです。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。アルゼンチン惜しくも敗れました。それでは長谷川さん、はい、試合を振り返っていかがでしたか。実にいい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は長谷川健太さんを迎えてお送りしました。長谷川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではフットボールファナティックの皆さん、ごきげんよう。